熱意系本間。彼らが求めるのは勝利の二文字のみ。チーム本間、ツアーワールドと戦う2014。今年こそ王になるべき男。本間ゴルフとの出会いが小田孔明を奮い立たせた。もう一度なんかこう飛距離とその賞金王に対する夢を与えてくれたかなって思いますよね。きっかけはチーム本間の先輩上平正道がラウンド中に見せたドライバーショットの飛距離。体格では上平を大きく上回る小田に衝撃が走った。まあ、その時に何ホールか、はい、僕はオーバードライブしてしまって、なんで上平さんにみたいな、すごい悔しそうなあの感じでこう言ってたんですけど、3回ぐらいオーバードライブされたんですよね。もう2人でなんでだなんでだって言いながら、日本シリーズの練習ラウンドの時ですね、ちょうど上平さんが前に来て、ちょっと一発打たせてくださいとお願いして打たせてもらった時に20歩違ったんですよね。自分の中の20歩ってもう考えられない世界なんですよね、プロの中で。その5ヤード伸ばすでもう失神なのに、確信したっていうか、もう本当にゴルフだけに集中できるようになりましたね。ツアーワールド TW717 ドライバー、小田が全幅の信頼を寄せる相棒だ。そうですね、もうやっぱり半信半疑とか、ちょっとこう疑いがあるとか、それがもう全くなかったんで、もうそれで戦うって思ったらもうそれでいいんで、僕は、はい。ツアーワールドがもたらす揺るぎない自信、それは国内男子ツアー第4戦で形となった。そしてその先に見据えるもの、いや、もうもちろん賞金王ですし、まあ、それがやっぱ本間さんが僕を取ってくれた理由でもあると思いますし、男子ツアーを盛り上げて、その中でもやっぱチーム本間がですね、みんなで活躍できればいいと思ってます。熱意系本間、どこまで勝てるか。